はい、久しぶりに桜姫をプレイしていきます。ちょっとだいぶ間が空いちゃったんですけれども、生きる場所が増えまして、まずここですね、白母の洞とあるんですが、足雲族が鬼衆に追い詰められ散っていった地の一つ、闇の中で鬼にはかなわないと知りながらも彼らはこうした穴に隠れようとした。なんだかちょっとね、きな臭い感じなんですけど、すっとぼけてもしょうがないんで、実はすでにここやってるんですよ。うん。なんか怪しいやつがいるんですけど。さあ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 。おいっしょ。ちょっとね、適当に探索しようと思ったら、結構ね、やってしまってね。まあ、さっくり倒しますよ、こいつは。あいててててててて、この野郎。あ、外したー。おい、うっとうしいな。おら、まだ生きてるんかい。あー、なんか、あんま効いてないね、これ。よし、倒したー。ちょっと武器の相性悪かったな。何者じゃ、こやつら。鬼ではないのか。動きもまるで足雲のようじゃった。今のはよもつ神ですな。よもつ神、おそらくは足雲族のよみがえりにございましょう。この玉も目にするのは初めてですじゃ。そのよもつ神とやらは鬼とはどう違うんじゃ。その差が、横島にして悪に落ちたる神を鬼とすれば、死をまとい死をもたらす神がよもつ神にございます。それは聖者である限り等しく恐ろしきもの。鬼とて例外ではありますまい。どうやらそのようじゃねえ。足雲族は鬼どもに追い殺されたとのことでしたな。自らの仇を自らで撃ったか。うん、なんかよ、周りを見るとなんか鬼たちも死んでんだよな、この辺。やべやべ、こんな話をしておっては夜に川屋に行けんようになってしまうわ。もう帰ろう。うん、でここでは特にこれ以上やることはないんだよな。で、これ戻るんだな、確か。うん、ここはもう一回見てるんですよ。適当に探索しようと思ったら、なんかちょっとね、進んでしまったので。今のホラーもさ、他の地域にある、素材が取れる場所がいくつかあるじゃないですか。ちょっとあれと同じようなもんかなと思ってたら、なんか違ったんですよね。で、ちょっと話を進めましょう。おお、家にいらしたか、サクナ様、ジー殿。お耳に入れとうことが。なんじゃ、帰って早々に。南の火山から流れる川で魚が何匹も浮いておりました。水も臭く毒が混じっている様子にござりまする。水俣病になっちまうぞ。幸いにして我らの他は水源を意にするためさしたる害はありませぬが、どうにも気にかかりませぬか。ああ、刺したる害はないとはいえ、無害じゃないんだろう。火山から毒とな、異様でも流れ入ってたか。早く食い止めないとまずいことになる。他に害がないなら別に良いのではないか。火山が近ければそういうこともあるだろう。いや、今のうちに食い止めないとまずいだろう。大変だ大変だ。もう何なんじゃ今日は、次から次へと。西から鬼の大軍が現れて火山の方さ向かってる。どうやら悠長にしてはおられぬようですな。この島で何が起きているかだけでも知っておかねば、いざという時お手に回らざるを得ませぬ。うん、わしらも南の火山に赴くぞ。ということなんですけど、満腹度はまだ半分ぐらい残ってるからそのまま行くか。うん、落石口、まあ、ここは、まあ、スパッと通るが勝ちですね。まあ、ただの通り道なんで、ここはさっくりカットしますよ。はい、おしまい。
これ120秒以内に通過すればミッションクリアになるんですよね。まあ、こう、あ、他に採掘ポイント発見とかありますけども、ちょっと別のセーブデータでもうやっちゃってるんですよ。で、毒煙の谷、ここはまだ行ってないんですけど、ちょっと一回戻ります。あ、でね、さくらの両親についての話がここでまたあるんですよ。サージーよ、今日こそ父上と母上の馴れ初めを聞かせよ。物事にはつながりというものがございますぞ。今宵は大水菜との戦いにございます。あ、大水地ね。大水地などどうでもよいわ。その辺を飛ばして進めてくれんか。おいらは聞きて。あ、いや、それがしも。おいよ、貝までまで。おの子はみんな怪物の話が好きなのか。ウィーウィー。さて、大水市とはそもそも何ぞや。それは麓の世の水害を由来とする、悪神である。これを鎮めるため人の子らは、毎年人柱を捧げておったそうじゃが、生贄みたいなもんか。ある年人柱にされたはずの娘があろうことがいただけぬようまで逃げてしまったのじゃ。それがさくな様のお母上、豊花様でござりまするか。わしがまず羽衣の力を、使い世を渡ることで人柱とならずに済んだのじゃな。人柱って単語、あの漢字さ、人中とも読まない。なんかルローニケンシンで見たことあるな。役場放って逃げるのはちょぺっといい加減ではねすかや。だこったら死にゃよかったかや。自分を生贄に選ぶような連中がどなろうがしたこっちゃねえべ。そもそも人柱というものが誠に水害を沈める力があったかは定かではない。じゃが少なくともその水害は逃げた生贄豊花族を、豊花様を追うようにこの日の世に権限したのじゃ。悪人大水氏となってな。あ、僕飛ばしちゃった。そこで大水氏は豊花様をあぶり出すため鬼を引き、数は頼んで島を荒らし回ることにした。足蜘蛛族は島を守るため果敢に挑むが、強大なる大水氏の前にはなすすべもなし。次々と倒れる足蜘蛛たち、見かねた豊花様はついに羽衣を携え峠を飛び出してしまわれた。この島に大水地が現れたのは自らの席、人の身でありながらもそのように思われたのであろう。ここでようやくたけるび様も重い腰を上げられる。惚れた女は勝手に七に飛び込むのは気に入らぬというわけじゃ。こうしてたけびり様、豊花様は足蜘蛛らと共に大水地との大戦に挑まれた。あの大水地を相手に正面から切りかかっていくたけるび様、降りかかる攻撃を次々と羽衣でいなしていく豊花様、そして無数の鬼どもの村に立ち向かう、足蜘蛛族、皆それぞれに死闘を繰り広げ、戦いは幾日幾夜も続いた。そして誰もが疲弊しきったその時、たけるび様が大水地への決め手となる一撃を加えられた。これにはさすがの大水地もたまらぬ、地に大穴をうがち海の方へと逃げていった。頭を失った鬼もまたちりぢりに去っていく。こうして島は再び平穏を取り戻したのじゃ。この島でほいな厳しい戦があったんだべな。ジードも今宵は聞き応えがあり申した。ほっほっ、そうかそうか。一体いつになったらわしの両親はくっつくのかの。まあこれがきっかけだろう。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。動いたな。ああ、そうかそうか、これか、脳書ね。うん、これは、うん、これはもうとりあえずやってはいるんですけど、ちょっとここもカットですな。ではそいほいっと、もうそろそろイベントが進むかな。あ、今年の収量はものすごうござりましたな。あ
の厳しい日々が嘘のようだ。うんうん、カッパどもめ実にやりおるわ。うん、これカッパたちが仲間になったことで発生するイベントかな。わしが働いた以上に世話になってしもうだし、なんぞ送るとするか。カッパといえばキュウリでござりまするかな。キュウリね。キュウリと申したもの、この島に生えておるものは苦すぎるし。米を売り都から買い付けてはいかがでしょう。都ね。なるほど、米を売るか。やっと都に戻る時が来たのかな。わしの強さが変わるのはどうやら精米の時だし、その後食い切れぬほど余るならば売るのが一番かもな。カムヒツキ様もお喜びになりましょう。それでは都の者との段取りはこの玉が進めるとしまして、米に銘がいりますな。銘とな、これは難しいぞ。皆を集めましょう。良い考えが浮かぶやもしれませぬ。いや、ろくな浮かばねえぞ、あのメンバーだと。日の絵で取れた米で日の絵米だ。まあ一般的かな。安直すぎじゃ。すげえ。軽説の功などいかがでしょう。軽説の功。世俗より離れたこの地で我々は関南深区を乗り越え、まさに米という名の財を成したのでござりまする。堅苦しいな。ひねりすぎじゃ。もっと頭を柔らかくせ。神様が作った米で神様いなんてどうだ。なんで方言入っとんねん。書いても神しかおらんわい。次。まあそうだな。魚オンデボール。うん、言葉が通じねえな多分。私はもはや何を申しておるのか。人にばっか頼ってねえでおめえも考えろ。じゃあ集めた意味って一体なんだ。確かに暴風どもに任せようとしたわしも浅はかじゃったか。ここはやはり大洞月公子作片恋物語全1200巻を読破したこのわしの豊かなことの葉で。ふーん、うちの米はいただきの世で最高には違いないから、ことの葉に天は含めて良いじゃろうな。ああ、だから天水の桜姫か。雨の卵の誉れなんてのはどうじゃ。まあそれっぽいかな一番。あまほほ。あまほほか、いいでねえか。あまほほになっちまう。覚えやすいっちゃ。見るても好きです。ああ、あまほほになっちまうぞ。もうお主ら。あまほほ、良いではござりませぬか。確証言葉にはござりまするが、実に親しさくな様のお考えあっての命ですぞ。なんかつい飛ばしちゃうな今回。そう思うか。そういうことであればわしとてやぶさかではない。あいや、ではアマホホとして都に売りに出しましょう。これからはこの島で取れなかったものも手に入りますな。アマホホ。で、お久しぶり。以上にございます。でけえな、相変わらず。いずれも十分な結果を残し、完成の暁には都の守りは揺るがぬものとなりましょう。あ、この心はってさくらの友達だったよな。すべてはカムヒツキ様のお心のままに。見事じゃ、心は姫よ。ホタルの知らせは朕の予想を大いに超えたものであるぞ。カムヒツキがラスボスだったりしないよな。他の神々もその方のことは褒め通しである。以後この件の一切はその方に任せるとしよう。資金や他の者の手が必要であればいくらでも使うがよい。ありがたき幸せに存じまする。何の話してんだこいつら。しかしその方にこれほどまでの才が潜んでおったとはの。あれ、サクナの話をしてんじゃないのか。これまでは誰ぞ
他の者の影にでも隠れておったか。いえ、ひとえに私めの至らぬがゆえにございました。そうか、まあ今が良ければそれでよしとしようではないか。心輪が何かの成果を上げたのか。では下がってよいぞ。チンは飯にする。近頃は桜姫から送られてくる雨頬が楽しみでの。ああ、ちゃんと送ってんだ。都でも大流行りであるのだぞ。ほう、いいじゃん。皆が豊かになれば麓の世にも法は伝わる。これぞ神の技じゃ。サクナさんの、なんだ言葉詰まりやがって。カムヒツキ様、恐れながらもう一つお試しいただきとうものがございます。なんだ。おお、お帰りなさいませ。ん、お客人が来ておりますぞ。なんだ。なんか FF にいなかったこやつ。ん、都の神だな。何の用と申しておる。それが言葉がちっともわからず難儀しており申した。神同士は通じんじゃないの言葉。これはこれは久しいな、セモリ神よ。堅固であったか。こやつらは優れた森神じゃが、少しばかり鉛が強くての。どれ、わしが訳してみよう。サクナじゃわかんないのな。なんちゃらかんちゃら。さっぱりわからんかった。わかんねんかい。都で何かあったようですじゃ。おや、都でわしらの雨ほほと競う米が出回っておる。じゃあ雨ほほを都に売ったのもついさっきなんだけどな。おお、それは面白くなってまいりましたな。あ、それが心輪か。いやいや、それはちょっと考えにくいぞ。豊作なのはこの頂の世でも同じなんじゃ。もうずいぶん長い間他の北条神たちは豆や麦を主作とし、米はカムヒツキ様に捧げる分しか作っておらんはず。おやおや、おひい様はお母上が蓄えられた優れた米を捧げるだけで地位を保ってこられたのでしたな。ああ、それであのボンクラ生活をしてたわけだ。いらんことをほじくり返すな。とにかくじゃ、わしらの雨ほほに太刀打ちできる米がポッと出てくるはずはない。これがその米か。声でかいの、ちょっと炊いてこい。こんな短期間で。似ておるというより。というより、アマホコそのものではないか。でござりまするな。どういうことじゃ。わしらの方がうまい。残る後味が不思議と癖になりそうではある。まさにそこだそうじゃ。この米を買い付けた客は皆その後味の虜になってしまい、やがて他のものは一切口にしなくなるらしい。麻薬でも混じってんじゃねえのそれ。なんじゃ、気味が悪いな。米の味はまずは種、次に土と水にござりまする。これらが異なる地で同じような味にはありませぬ。じゃあこの地で採れた米ってことか。つまりこの米は雨ほほそのものであり、何やら細工を施して売られておるということになるか。心はやりやがったな。よく見るとやや粒の小ぶりな米が混ざっておりまする。これに仕掛けがあるのでしょうか。なんかさっき言葉詰まってたもんな。何者じゃ。届きなことをするやつは。この米は一体誰が仕切っておる。心輪だ心輪。お、心輪姫様が。はい、来た。答え合わせが済んでいく。遠路はるばるご苦労じゃったな。
よくぞ米のことを伝えてくれた。じい、わしは一度都に帰るぞ。うん。ですが、おひい様、カムヒツキ様の勅命はいかがなされるのですか。もちろんそれは分かっておる。しかし、わわはわしにとって何の友じゃ。何としても直に問いたださねば気が済まん。そうでございますな。大っぴらに戻るわけには参りません。じゃあどうしたらいいんだ。裏からこっそり入って用だけを済ませ、すぐにここに帰るとお約束いただけますかな。じゃあ心合いにだけあってから戻ってくるのか。認めてくれるか。すぐ戻ると誓うぞ。ということなんじゃが、なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら手引きをしてくれるそうです。じゃあサンキュー。備えが整い次第、セモリ神にお申し付けくだされ。うん。で、こいつに話しかければいいわけだ。で、持ってですね、まあまあまあ、今ね、ぶっちゃけ大して強くないんですよ、クサクナ。で、もう、あのね、これがこのデータだろ？しっかりと、米を育てて、育成してきたデータがこちら！というわけで、はい、こちらのセーブデータが、途中まで進めていたものでございます。と、まあ、お料理番組で、電子レンジに入ってましたみたいな、そんな感じなんですけれども。ね、あれ？あ、いねえな。ちょっと待ってよ。待って、あ、いた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 。うん。というわけで、よし、このセーブデータで行くぞ。うん、都遠い、一度で用が片付けをしっかりと備えてから赴くとしよう。都ではセーブできません。セーブを済ませてから行くことをお勧めします。都行きますか。行きます。まあそのために直前にセーブしといたんだから。お、心あの部屋。さくなさんが鬼島に旅立ってからというもの、私の日々は目まぐるしく変わっていった。カムヒツキ様より大役をいただき、他の神々からも称賛され、甘い蜜を吸ってやがったのかてめえは。これではまるで友と引き換えに名誉を得たようではありませんか。お前は友と思ってたのか、サクナのことを。そして今また私はどこかサクナさんの影に怯えてしまっている。どうして都の中に。あれ本当に鬼か。ん、これは米、そして文ですか。サクナが書いたのか、手紙は。サクナさんが直を果たし帰ってくればきっと私はまた元の日陰者に戻ってしまう。ほう。しかしだからといってサクナさんの邪魔を、鬼を使わすような何者かに組みして良いはずがない。ないのに。ん、ね、鬼と組んでんのこいつなの。じゃあなんで今鬼がいたことに驚いてたんだ。心は、いるか、サクナじゃ。ここを開けてくれ。来た来た。あ、じゃあその手紙はサクナじゃねえのか。帰ってきたというのですか。ほら吐けよ。今はとても顔を合わせられない。あー、バックリやがってこの野郎。あ、はん、待ってくれ心は、聞きたいことがあるんじゃ。冒頭のシーン以来ここを走り回るのか。おひい様、目立ってはなりません。他の神に見つかっては面倒ですじゃ。これはどうなんだ、追っかけるのか、それともおとなしく戻るのか。うん、しかし追わんわけにはいかん。あ、追っかけることになりそうだな。よし、これは、わしがわからんのか。あ、勝手に追っかけてくれるのかな。おっと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 、邪魔をするでないわ。まあいいや。あっとっとっと、なんか結構強いな。いてててて。
よっしゃ。あ、ちょっとか柱で見えない。ほら、くそ、今技が出せなかった。よし、爆破しろ。あ、こっち来んな。無視した方がいいかな、こいつら。倒すメリットがない。忘れてしまったのか。わしじゃ、さくら姫じゃ。後ろめたいから逃げやがったんだろう。親友と呼べるのかこいつ。今にして思えば、私はその言葉に苦しんでいたのかもしれません。あなたが去ってようやくいただけたお役目、せめてこれだけでも務め上げねば。私は私を見て、おっとっとっと、マジかい。やっべ、強そう。ちょっと早計すぎだなこれ。うわ、たたたた、ちょっとこれまずいぞ。よく見ておれ。うん、よし。あ、ま、なんだこれ。ちょっと待ってください、待ってください。待って、落ち着こう。あんま削れてねえんだよな。うん、よし。やばい、食らう。まずい、来るの早かったよこれ。ちょっとこのイベントが気になりすぎて。うわあ、ちょっと待て。うん、デルタアタックやめろってば。ああ、当たんない。ちょっと逃げろ。おい、あ、一体倒した。あー、くそ、一体倒したのに。よし、うわ、まずい。うわ、ちょっと待ってくれ。早く回復してくれ、頼む。いや、もう回復全然間に合わねえ。おら、あ、そうか、吹っ飛ばせばいいんだ。これどうだ。あ、くっ、うん、よいしょ。おら、すごい、吹っ飛ばしは効くんだな。あ、まずい、早く逃げろ。あ、ロックもしてくんじゃねえ。いや、もうこうして、あ、一体倒した。よし、もうちょっとだ。おら、もうちょい。よし、あとこいつだけだ。あ、やってか。あ、くそ、まだやってねえ。とどめした、ボケ。よっしゃ、きつかった。あ、もう観念せえ。やれやれ、やっと追いついたわ。とんでもないものを作ってくれたの。これで文字通り年貢の納め時だ。これじゃな、お主が流しておるという米は甘ほほが一つも置いとらんではないか。カムヒツキ様のご出身なんじゃの。なんか言えよ。どうして何も話してくれんのじゃ。知らぬ間に嫌われておるなど、わしは納得がいかんぞ。あなたはいつもそうして自分のことばかり。お前だって自分のことばっかだろ。心はお主、好きな時に食べて寝て、書を読み笑って、奔放に生きてきたあなたと違い、私はずっと努力を重ねてきたのです。なんか龍が如くの錦山がに見えてきたなこいつ。なのに認められなかった。家名に寄りかかり税を貪る、あなたばかりが目立っていたせいで初めていただけた大役なのです。
ハムヒツキ様にようやくお認めいただけたのです。もうあなたの影に怯える私でいたくはないのです。怯えてたんだ。 おい心は、あ、後ろのバチバチ言ってますよ。ちょっと待って、なんか冒頭のシーン思い出すんだが、後ろ、あ、燃えてる。私の話を聞いていましたか。炎上案件ですよこれ。いつもいつもあなたはそうやって私を軽んじてばかり。いや、まず後ろ見ろ。あー、これ心はまで都追放されんじゃないの。なんとぶしつけな。いや、ちょっと火が、親友と呼んだ者がこうして涙を流し思いの丈をぶつけているというのに。お前が親友と思ってないんだよ。てかまず その前に後ろ気づけ。あー、間に合わん。やったか。やったかどころじゃねえな、やっちまったわ。何やら香ばしい匂いが。ああ、ああ、ああ、あ、これは桜姫よ、鬼島におるはずのその方が勝手に都に戻ったあげ。いや、ちょっと待ってくださいよ、桜だけの問題ではないですよこれ。一度ならず二度までも我が宣伝をぶっ飛ばすとは。な、いや、まあ、サクナが戻ってきたのは原因っちゃ原因だけど。何か申し開きはあるか。恐れながら、あの三毛殿に収められたるは我が尼子に混ぜ物をし中毒性を高めた危うき米にございます。おお、しっかりハキハキと反論している。カムヒツキ様のお口に入ることがなきようことを急ぎましたゆえに反するほかございませんでした。いわば前の爆発が悪しき爆発とすれば、こたびの爆発は良き爆発にございます。まあ、よくはな、よ、うん、いや、よくはないけど、うん。その方、スラスラとむちゃくちゃなことを申すな。まあ、ちゃんと弁解してるからね。もうよい、その方の処置は後じゃ。気づいたか。心は姫よ、その方が流した米についての話は誠であるか。誠であります。何もかも桜姫のもうストーリーでございます。言い訳しねえんだな、ここは。私は友を妬むばかりに悪事に手を染めてしまいました。もしかしてこいつも島に来る。どうかいかようにもお咎めを。ほう、良き心がけじゃ。近頃のその方らの働きには目を見張るものがあっただけに失望も大きいぞ。極刑は免れぬと思う。ん？どうした？あ？心は姫は失えぬ。からくり兵が二度と作れぬだけでなく。誰だ入れ知恵してんの？派手な騒動の後に養殖にあった上級神を処したとあらば、皆に訳を掘り返されること避けられず、噂が噂を呼び、ひいては他の親族にもからくり兵のことがバレて面倒な話になりかねないか。それはまずい。てめえも身の保身かよ。陣にしても何も気づかず宣伝を埋め尽くすほど中毒前に熱を上げておったなどと知れては最高に恥ずかしい。主心として御権に関わる。その入れ知恵してるやつが。心は姫よ、こたびの一連の騒動、本来であれば極刑に処するところではある。こいつも自分の意思で決めてねえのかよ。が、これまでのその方自身の働きと桜姫の友を強く思う気持ちに免じ、特別に許すとしよう。納得いかねえ。寛大なお言葉、恐悦至極に存じまする。こんなもん納得いてたまるかよ。カムヒツキ様も大概いい加減なもんじゃの。気づいたな。であるから桜姫についてもようやった
ということになるか。うむ。ではその方についてはこれからはいつでも都に戻って良いこととする。あ、本当？鬼島に関する直までを取り消すわけではないが、疲れた時は羽を伸ばしに帰ってくるがよい。はあ。まあ一応プラスには働いたけど納得いかねえよな。久しぶりの我が家じゃ落ち着くの。ああ、そうか、もともと住んでたとこか。カムヒツキ様があの調子ならわしはもうほとんど許されたようなもんじゃの。甘い。まだ島の探索率が6割ぐらいなんだから。たまに島に行って米を作って帰ってくるだけでも何も言われんのではないか。そうやってすぐ調子に乗られるのがおひい様の悪い癖ですじゃん。ただな、カムヒツキもなんか裏で操られてるっぽかったしな、今見た感じ。まあまあ、とりあえずは何日か都でゆっくりしよう。結局あの後も心は和口を聞いてくれんかったが、たまには買い物もしたいし、おぼろ月講師の新作も読みたいし、綺麗な衣で身を包みたいぞ。ってことはできることが増えたのかな。楽しみだよ。都を行き来することもできるようになったし。お、うるさいの。剣のくせにいびきをかいて眠るなど。あやつらは今頃何をしておるか。あ、気になっちゃう。足蜘蛛もいるし、しばらくわしが離れたところで大事はないと思うが、野良仕事も面倒じゃったしの。わしが見ておらんとどうにもならんからな。離れられてせいせいじゃ。はて、出てくる前わしは水路の問いをあげたっけ、下げたっけ。おやおや、責任感が強くなったな。わしがおらぬ間こうしろと田植えもんに何か申しつけたか。果たしてあやつらに家を任せてよいのか。何日も、もし突然の嵐が来たらわし抜きであやつらはどうする。お、心配してる心配してる。気になって寝られん。うん、気になって夜しか寝れねえわ。で、結局戻るのかい。おや、心は見送りに来てくれるとは思わなんだぞ。今さら何の用だてめえは。やはりちゃんと話さねばの。俺許してねえかんな。親友と呼ばれて苦しんでおったと言ったな。すまなんだ。じゃあこれを機に絶交だ。ここにいた頃のわしはあまりに幼かった。今ではそれがわかるぞ。まあ、だいぶ成長したもんなこいつ。特にお主には甘えてばかりで、そのくせ何かと偉そうにしてしまって、きっと何気ない言葉でそれはたくさん傷つけてきたのであろうが、しかしこれだけは分かってくれ。わしは今でも聡明で美しいお主のことが好きじゃ。サクナも結構大概にお人よしだな。本音を打ち明けてくれて嬉しかったぞ。私もサクナさんに憧れていました。いつも自信に満ち、堂々と他者と接することができる私にもそうした振る舞いが少しでもできていれば、あなたの陰に隠れて見られることもなかったかもしれません。そんな塩らしくなったからって俺許さねえかんな。心は何もかも話せてすっきりしました。私が長い間抱えていた悩みなど、たったこれだけのことで晴れるものだったのですね。てめえも極刑受けろよ。また私を友と呼んでくれますか。やだ。もちろんじゃが、お主の方は誠にそれでよいのか。あなたはカムヒツキ様に逆らってまで
私を案じ遠く離れた鬼島から来てくれた。私の話を全て受け止め聞いてくれた。そのことは生涯忘れないでしょう。まあ、そんなこと言って俺は騙されねえかんな。紛れもなくあなたは私の大切な親友です。さくなさん、これからもよろしくお願いいたします。おーおー、俺は結構根に持つぞ。よしよし、鼻水をつけないでくださいまし。今後は私からも島に遊びに行きますわ。困ったことがあれば頼ってくださいね。あら、そんなことあんの？ちょっと俺だったら許さないんだけど。なんだろう、俺の性格が陰湿すぎんのかな。なんかちょっと許したくないんだけど、心あのことなんて言ったらやぼかなと。まあまあまあ、ちょっとね、いろいろ頑張ったんですけど今回、まあ、結構死んだな今回は。まあ、ここらでちょっと一区切りしようと思います。まあ、今のはね、メインストーリーとはまたちょっと違った話だと思うんですけれども、ちょっとスケールデカめのサイドストーリーみたいな感じだったと思うんですが、次回またちょっと南の火山の方、探索を進めてメインストーリーを進めていこうと思います。ではまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。